どうも皆さん、こんにちは。ムクヨでございます。はい。皆さんね、この前ね、デイトナの新作の上陸の話、皆さんに調査したんですけど、この結果がやばすぎる。そして、えぐいところから、違う角度から、えぐい情報が入ってきましたんで、ちょっとこれシェアしていきます。これ、ロレックス欲しい方、必見ですね。行ってみましょう。はい。それでは、やっていきましょう。まずですね、前回の動画の経緯になるんですけれども、まあ私ね、ライブをしておりました。するとですね、視聴者様から、関天さんの話で、新型 SS デイトナの、販売実績があるということでお話をいただいたということで、これ私もちょっとね、気になっていましたので、全体に聞いてみました。私の最強の視聴者様に聞いてみました。で、この結果も結構ね、やばかったんですけれども、なんと、今回、プラスして、もっとやばい情報、1908、これの販売実績があるということで、えぐい情報入ってきましたので、これちょっとね、詳しく話していきたいなと思います。前回の動画についてはカード出しておきますので、ぜひね、見てください。コメント欄がとても有料でございます。はい、それでは見ていきましょう。はい、まずね、このデイトナの、話からになるんですけれども、ですね、最近はね、結構視聴者さんも増えていただいて、知らない方のためにちょっとおさらいなんですけれども、2023年新作3月に、発表されまして、その時にデイトナ、はい、キャリバーから、デザインから、モデルチェンジしております。で、全ての、デイトナが新しくなったんですけれども、なんと最近まで全く日本に上陸しておりませんでした。まあ世界的にもね、販売されてないと、まあ、いうことで、まあ普通じゃちょっと考えれないですよね。3月発表でこれ10月ぐらいまで販売されないという状況だったんですけれども、10月頭に入って、金ムクとかね、コンビモデル、このようなモデルは上陸し始めてきております。で、大量に売られていると。いうところで、入荷情報これ出しておきますので見てください。で、まだ SS ステンレススチールデイトナがこれは上陸していなかったというわけで、でその中で、ライブで情報ありましたので、ちょっとね、皆さんに聞いていただきました。本当に聞いていただいた方ありがとうございます。大都会でね、めちゃめちゃ聞いていただきました。大阪、東京、そして福岡、もうね、私の視聴者様のね、聞いていただく方でも店長クラスとか、もうレベチの方なんでね、もうこれ超絶えぐいんですよね。そのえぐすぎる情報一挙に集めれますので、本当に皆さん聞いていただく方、ありがとうございます。本当に感謝でございます。はい、大阪、東京、福岡とかね、まあいろんなところで聞いていただきました。名古屋とかもありましたね。で、これ結果なんですけれども、SS デイトナの入荷、ほとんどありませんでした。はい、しかしながらですね、なんと1件だけ、情報をいただきました。これ販売実績ありますよと答えていただきましたということです。はい。これえぐいですよね。はい、ということは2件、トータルで SS デイトナの販売実績があるという情報をもらったということは受けておりますが、まあ基本的にはね、まあちょっとね、ほとんどこれはね、まだ上陸してないと、まあ、考えた方がいいですね。はい、ほとんどいろんな店舗、大都会の店舗何店舗でも回って聞いていただいたりとか、ね、店長クラスの方に聞いていただいたんですけれども、販売実績はないということで、まあその 1,2 件はあるというものの、まあこれに関してはまあちょっとね、外れ値というか、そういう話もねあったよということで、まあ前回の動画で皆さんに聞いていただいた結果はこのようになりました。ほとんど上陸なし、まあこっちの方が有力な気がしますが、 1,2 件は販売実績があるということです。でプラス、コンビとムックはですね、いっぱい入ってますというところで、まあみんな言われてたということで、これはね、まあもう承知の事実ですけれども、まあ、知らない方はね、今、デイトナ、金ムクとコンビとかね、オイフレとか、その辺はもう入ってきてますので、ぜひね、参考にしてください。
本格上陸はね、もうちょっと先になりそうな気がしますよね。まあ、これはね、どういうことなんですかね。1件2件あるというのは、まあ、ちょっと前にね、黒の通報でもなんか実写の写真でね、こう出てきてたんですよね。これね、 SS の新作の販売がですね、まあもしかするともう裏には置いてあるのか、であとはもうそのなんか特別な方、まあなんかそういう方にはもうすでに販売して絶対に言わないでくださいよみたいなのが 1,2 件あるのかなってちょっと思ったりはしたんですけど、まあこれはね、ちょっとね真相は定かではありません。とりあえず今ね、本格上陸についてはもう少し先になりそうだなというのが答えでございました。聞いていただいた方本当にありがとうございます。まあね、初めての方はね、これマジで困惑ですよね。3月に発表したロレックスがまだ上陸してないのかということで、最近結構お初の方も来ていただきますので、ロレックスってこんなもんですということですね。 iPhone とかだとありえないですね。発表して即売り出しますからね。まあロレックスの販売戦略として、デイトナ SS、 この時期になってもまだ売られてないということでございました。プラスしてえぐいの入ってきたんで、はい、この話していきます。このチャンネルは私、平成元年生まれ向けがロレックス正規店で夢の GMT マスター2購入できましたので、次はロレックスマラソンランナーの夢、デイトナ目指し世界中旅するチャンネルです。皆さんチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい、皆さん来ましたね。1908でございます。こちらですね。今回デイトナの情報を皆さんに集めていただいて本当にありがとうございますという中で、いろいろ話してる中で、これ販売実績ありますっていうのが別件でいろんなところから入ってきました。複数入ってきましたので、私の中ではもう8割9割っていうか、もう僕の中でもね 100% 上陸してんだなっていうイメージなんですけれども、ちょっとねまだその実物ギャランティーとか見れてないということで、100とは言わないですけど、もう8割9割はこれはもう上陸してると言ってもいいかもしれませんね。ここで来たかというところでございます。衝撃です。はい、今回ね全く新しいシリーズ1908と、まあ、チェリーニとかその辺のドレスラインのね、まあ、後継になるのか、まあ、そのような話はされてますが、見てください、これ裏透けなんですよね。はい、すごく綺麗ですよね。はい、こちらですね。シンプルで結構ね、視聴者さんもこれ探してるっていうね方おられますので、めちゃめちゃいいですね。こうやって見ると、あ、実物めっちゃ見たくなってきましたけれども、はい、ニューモデルです。ニューライン、これ上陸してなかったんですよね。しかしながら、このデイトナ情報を集める中で、いただきました。これが入ってきた販売実績がありますと、もう別々の地域別々の店舗でその話を聞いたっていうことがありますんで、まあ上陸はしてるでしょうということです。はい、でね、この前私言いました上陸時結構激アツ説がありますので、これカード出しておきますので、皆さんぜひね、うまく活用していただいて、視聴者さんでも探してる方多かったんで、結構今いいんじゃないですか、これ狙ってって、ワンナインオーエイトありますかって。はい、これね、多分この動画見られてない方はこれが上陸したかしてないかも多分分かんないと思いますからね。うん、3月時点で上陸してんでしょって思ってる方が大半だと思いますがね、この動画見られてない方は。はい、そのように日本全体から情報を集めた結果、1908多分、まあ、一応絶対とは言いませんけれども、バンバンと情報入ってきましたんで、これ、上陸してると思います。皆さん来ましたね、探されてる方ぜひ言ってください。今チャンスだと思います。はい、デイトナ情報を集めたら1908が来たということでね、びっくりでございました。これ最高、皆さん僕の時計置きに載せてください。時計置き、ムケオメントル好評販売中、ダイレクトメッセージ待ってます。はい、ということでですね、まあちょっとあれなんですけれども、ついに2023年新作はデイトナを残すのみとなりましたかね。いやいやいや、これ全然ちょっと売らないんですね。デイトナについてはこれ何を考えてるんですかね。やっぱりその一番売れるやつは最後の最後まで取っておくというようなロレックスの販売戦略なのでしょうか。デイトナを探しに来た方に対して
いろいろ売っていくというような、そういう感じなんでしょうかね。はい、このようなね、アイスブルーももうね、販売されているのを確認しましたし、今回1908ですね、これは8割9割の確率でもう上陸している。はい、ヨットマスターチタンもね、販売実績あることで、受けております。スカイドウェラーもね、来てますね。はい、GMT とかね、めちゃめちゃ早かったですね。 GMT とかエクワンとかは結構早かったですね。オッパペも、はい、このセレブレーションモチーフも一発バンと波が来ましたね。2回目がちょっと収まってるイメージですね。デイデイトもちらほら聞くんですよね。ただちょっとここの辺になってくるとあまり情報出てこないものでありますから、まあ、新作も買いましたっていう話は来ました。はい、基本的にはこいつの SS だけですね。2023年新作どうですかね。年またぎますか、これワンちゃん。何を考えてるんでしょうか、ね。まあ、いろいろ事情があると思いますんであれですけれども、まだ本格上陸してないというのがこの、2023年10月25日時点での私の見解でございます。はい、こいつですね。あとこいつ、はい、早く来てほしいですけれどもね。はい、2023年の新作としてまだ上陸してないのはこいつのみとなりました。はい、ということでね、まとめますと、デイトナの SS についてはいろいろ情報を集めていただいて、 1,2 件は、新作の販売実績ありますよという話はありましたが、まだ本格上陸としては、まだ先だという、そういう中でプラス1908、はい、こちらが、8割9割の確率で、上陸しているということでございます。はい、皆さんね、ぜひ情報、まあ結局まあ皆さんね、情報使うか使わないか、うまくやっていただいて、まあ自己責任で、お願いしますが、私はね、入った情報どんどんシェアしていきますので、今後もこのようなね、世界最速情報、世界から、そして日本から情報を集めなくて、皆さんにとりあえずシェアしますので、皆さんうまく活用したいなという方はぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ここで勝つ者がロレックスを買えると思いますので、何も知らない方はですね、発売当初にデイトナあるのということで、3月の時点で正規店にめっちゃ並ぶという、そういう現象が起きます。ただロレックスはそうじゃないよということになりますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。メンバーシップもやってます。時計置きめちゃめちゃ買っていただいて本当にありがとうございます。この後も発送してきますんで、はい、本当にありがとうございます。今スイス目指してます。アパレルも来月から始めます。皆さん本当にありがとうございます。本日以上になります。メイクアメキオッケー、また別動画で会いましょう。ではまた。